佐藤。はい、今日は今どこいるんですか今俺。やばい、今俺命がなくなった。どこや？岐阜県の？なんか、土の匂いがするぞ。大崎。大崎市。大崎市。俺は今夢なのか、現実なのか。一番運転してきてた。勇気山がーとか言おうと。待て今さ思いっきりさバンドが目にクーンに撮ったんやから、うん、かもう目の景色30になってるお前のせいやろお前すいませんということで今日は岐阜県の大崎市の中学校来ました。そうですね、来ましたね、背番号は僕19番ということでやっていきます、はい、今日もキイチバッティバッティ背番号19番としてやっていくでイエイ。今のところ雲行きは怪しいです。そうですね、まあその前にまあ見てるみんなはまずは高評価チャンネル登録と各自 SNS フォローよろしくお願いします。はいですね。なんかおかしな、おかしななんか変っすね。え、なんなん。なんかね、一応呼ばれたんやけどね。呼ばれたんすけど、まあまあまだその呼んでくれた子たちが多分ちょっとやんちゃなんかな。やんちゃなのかな。やんちゃなわけないやん。やんちゃやんちゃなんすかこれは。ゲフ、ゲフ、ゲフまで。俺ゲフまで大人しやつ喋りに来たんけいや学校行ってくれ普通に。普通にな、うん、なんで俺らこの時間で呼ばれてるんですか。ほんまに呼ぶぐらいや、呼ぶんやったらね頼みますよ、ほんまに。そうと思うから。先生見てるよ。呼んでるの。行ってくれ普通に。学校先生見てるよ。呼んでるじゃん。だって先生見てるよ。なら、どこから。校舎から岐阜のいいところといえばこれ見てほしいですけど、空気がよろしい。空気よろしい。これ名物って何なんですか。お前今のところお前もう再生数800やけどお前は超物好きしか見物好きしも噛んだわもうこれ名物何なんですかね。名物、はい、岐阜米。あ、なんかポーチもおるわ。めっちゃおとなしいわ。おとなしいっすね。あ、子供か。まあ一個だけ言うと変形は絶対に。あ、遅刻者おる。遅刻者おるっすよ。遅刻者やんじゃん。遅刻者やんじゃん。でも九州大学に来てるだろ、あの子。あいつはもう喉に鈍すからじゃああの子はやんちゃにしましょう。適当すぎるけど。三権分立。三権分立は何か知ってるで俺。話が賢くない。三権分立社会じゃん。社会やな、歴史やな。三権分立ね、やったっけな、待って。ちょっと待ってくださいね。いや、俺覚えてんね、なんか。三角形のやつやねんな。そう。いいよ。無理すんな。あ、無理したか。だいぶ無理してるよ。授業出なさい。授業全然出ていいからね。その僕ら全然授業防衛する気ないんで。無理しすぎですね、あれは。ここまで真面目やったら授業防衛したいよ。授業防衛。家族いっちゃいやんちゃっす。岐阜まで来てるから。それは、あれ。片道4400円で来てるよ、お前。あ、女の子出てる。絶対可愛いよ。え、あの子らエグいっすよ。絶対可愛いよ。てか、なんて言ってですか。なんで出てんねん今考えたら。俺中学生やなと思うな。中学生です。だからおかんに言うなよお前。チャンスね、多分 YouTube 出てから学校行こうせんとしたの。あっせやなっせやな。あの子らとこ行きますね。せやな、後で行くか。出てきたと思う。あれ相対やん。やんじゃ来た。いや、やんじゃじゃないです。あの子らや。あの子らは多分あの子らが呼んでくれた子らかな。どうせあっちもなんかいませんよ。おっちゃんやな、あれ。あれおっちゃんやね。おちゃんやんちゃん。おちゃんやんちゃん。あ、めっちゃ見てるわ。であれっすね。頭ちょっこい。あ、男の子いますよ。頭ちょっこい。女の子だ。頭ちょっこい。あっち行きますか。あ、頭ちょっこいでしょ。ほんで、なんか一番右俺やし。一番右俺やし。あの子ら。あ、行きますか。これな、声かけられても嬉しないの。行くか。全部。あれ、お、女の子悪そうっすよ。女の子。どこかな、どこかなって言わせてください。どこかな。もうそういう体でいきましょう。女の子やんちゃっすよ。俺ら悪なら。女の子はやんちゃじゃなくて可愛い。俺ら悪なら。悪なら。大丈夫。え、家族俺らって何歳でしたっけ。レイズ戦だから後ろから獣ついてきた。けど僕らちゃんと言ってますよ。仕事の休憩中で。ちゃんとこれ仕事の休憩中ですよ、ね。僕ら説明しますから。授業の妨害もする気もありません、全く。絶対迷惑かけないっていう体で。いや、俺は迷惑かけた。え？だからこんだけおとなしかったら、迷惑かけたよ、俺。え？こんだけおとなしくて、授業やったら、俺大声で、お前ら授業行けっていうことは、カズマ君って、多分、ここで育ったら、行っちゃうなと思って。そうなの？それはありますよ。え？ありえん。俺、周りに影響されるから、真面目だと。俺、ここでやんちゃするぐらいやったら、俺、この辺に二毛作するわ。二毛作。雄大高学歴圧。はい、激激噛むな。ここ水めっちゃ綺麗じゃないですか。どこがやのお前。どこやないかい。どこの水やけど水じゃないですか。綺麗っすよ。
ね、いい感じの学校ですね。学校じゃないわ。先生通るからもう間違えて学校で言っちゃったっすね。先生、先生ちょっとシャツ出てるで。ほんまや。シャツ出てる、あれからなら高速アウトや。あれ高速アウトですか。あれ言われるやつや。生徒今一人逃げとった。先生けど、その先生が。ちょちょちょ。なんなんこれ。頑張ってるんですよ。この回。今日は頑張ってる。やばい、ちょっとニキビバリ痛い。あ、酒ね。酒ね。ただそれニキビちゃうっすよ。俺これ見てください、ここ。これが見て、おちゃん稼いでいいよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 あ、ほくろやった。あ、いや、ほくろかぶれない。それ皮膚がなる、メラノーマになるかもしれない。そのほくろが悪性化する可能性が気にする。で、顎のニキビ。高学歴説。顎のニキビ。メラノーマ、メラノーマなんて知らんのお前。知らんのか、知らんのか。顎のニキビ何にできるかなと思ったら、うん、睡眠不足と6ミリ以上あったらお前あれやで、なるでお前。これそアモローナになるんすか。メラノーマ。これ何 YouTube ですかこれは。あ、終わるわ授業。なんなんもうあの一人だけやん、何をしてんのよ。いろんな人集めたんで、いろんな人来ますよって。おがき、おがきじゃない、あれ、カニオン。あー何人、この中学校から結構な人数来てましたよね。来てくださいって。いや、ここはあんまり、ここはついで。いや、まあ、岸和田のその例は言ったけど、別に。何でお前帽子だったの？岸和田の例は言ってますけど、別に学校抜け出してもやんちゃとかないですから、あれは。あれ日本軍か、お前。俺ら最近ザパシフィック見てんねん、二人で。まあ、ガダルカナル島行く前のお前、強烈。お前、バウ島とかエグいぞ、お前。おペリリュートはペリリュート。ちょっと待ってください。俺この距離で喋るために来たんちゃう。めっちゃ言ってる。言ってるやん。ちょっとでかいやん、ちょっと。めっちゃ言ってる。めっちゃ言ってんな。やーい。やーい。やーい。ふつー。ヘルプメイ。助けてください。ちょっと。やーい。けどこれが本来の学校だ。1人呼んじゃいますよ。ナイス。止まんのかい。もうだってもうこれ見たら分かるっすよ。普段抜け出しない証拠っすもん、正直。これは無理しなくてはいいっすよ、全然。もう先に頑張り、確かに。いや、しなくていい。抜け出さないっすもん。ちょっと門の前行く。これで十分じゃん。せやな。十分。ああ、おとなしい汗かけて大概くんつけへん。先生が入ってるな。一番おとなしそうな方が一番悪いですよ。一番来るやん。え、一番。おい。やんちゃ坊好きだ。ハーフよ。お、これはやんちゃや。男前や。男前や。え、どこのハーフですか。え？純ブラジル。いつも見てないけど俺。いや、ありがとう。ありがとうしか言わない。何年生かな？何年生？今中3です。中3。え、それテンパ？テンパです。渋。渋すぎね。ねえ、やしきだ。中入りや、中入るぞ。バイバイ。またね。バイバイ。ありがとう。めっちゃみんな見てるっすよ。いいですよ、いいよ。みんなおはよう。お前のこと多分誰も知らん。なかなか知らん。ちょっと待って、さらか頑張ってやつが待つのです。いい子らよ、これでいいんだよ。これでいいんじゃん、もう。あ、こっち向かって、こっち向かって。大垣終わり。ほんで、誰が僕らグッバイ。え、今日は誰がいますか。俺ら勝手に来たらええやん。せや、俺ら勝手に来たらええわ、もうこれは。やい、帰って。いや、ちょっと、何が？いいやん、いいやん。こういう子らの方がいるから、絶対。いや、ヤンキーとかしてる、絶対。さっきの中学生の方だ、あいつは死んだよ。あ、知りませんでしょ。じゃあ、あっち捕まってるって。なんなんすか。え、野先生、いませんでしたもんね。わからん。カニめっちゃ呼んでくれてるで。カニ熱いな。あっち行こうや、もう。もうあっち行こう。第20位、大垣中学校。いいよいいよ。全国ランキング第835位。
小野田中学校。ここはな、田んぼがめちゃくちゃ綺麗でな。みんなお父さんお母さん年いってんで。わあ、これおもろいな。ちょっと何もだって何もしてないのに学校で問題なんで。なんなん？二重外した。バイバイ二重。第143位西武中学校。お前らは高校入ってから。あ、西武や。大垣中学校じゃなかった。目を輝かせ、歯を食いしばって胸を張って、歯を食いしばりすぎる。いや、高知の西武のがやんちゃやな。どっちもやんもん。ここはあれなんですか、もともとほんまにやんちゃったんですか。いや、らしいけどな。らしいね。2、3年前あれだったらしい。多分あの学校抜け出すところやんちゃってなってる可能性あるっすね。うん、そんなことないっすよ。でも牛の奥の方にも集めてるらしいから、そっち行こう。そっち行くか、行きましょう。行こう。次レッツゴー。はい、にゃにゃにゃ。はい、これ、これ、あー、1個目の中学校終わりましたね。終わりました。お前らなんで読んでお前。お前、俺めっちゃ暇や。俺急いで家でスマブラのオンラインしとったもん。まあ別に読んでくれてもいいですけど、出ないと。出てくれる人がもう消息不明になってるんで。この時間に呼んでるしな。そうなんです。12時20分に来てくださいっていう連絡来てて、行ったら全くいないっていうね。日休み。あの女の子から時間まで捕まっとったわ。教室の中にポッて、うん。教室の中のコーラが言ったんですかね、じゃあ。いっぱいいちゃうから。あの女の子らが言ってると思うけどな。女の子だね。あ、ちょっと抜け出してる子いましたもんね。うん。じゃあ、岐阜じゃない。ガッ。あ、待って待って。岐阜じゃない。ガッ。お前、岐阜全部に敵回すわけなんですよ。ガッ。今日の朝の祭りでみんなよろしくね。ガッ。